茨城県外出身の有名人に茨城の美味をお取り寄せ。そう、これは何ですか、はい、チョコレートのなんかショコラみたいな感じか、うん、美味しそうだね。美味しそうだね。いただきます。あ、美味しい。美味しい。うん、ちょっと大人っぽい感じかな。確かにね、味に深みがある感じですね、うん、美味しい。実はこれ、味噌を使ったショコラなのよ。味噌？こちらを手掛けるのは牛久市にある山一味噌。地元産の大豆や米を原料に昔ながらの木の桶で仕込んでいるんです。その味噌を使ったスイーツをたくさん開発していて、この味噌ショコラは地元のお母さんたちが牛久土産を作りたいと考案したのよ。確かになんか奥の方に味噌を感じるかも、うん、奥の方にあるね。きな粉が乗ってるんだね。それもまたいいアクセントになってる。これ味の味噌は味噌ってことか。ええ、どういうこと。いや、わかるだろさらに味噌のアイスも茨城県産コシヒカリで作った味噌を使用して、こちらも美味しいんだよね。アイスと味噌を合わせた。いや、ちょっとやりすぎじゃない。ちょっとさすがに何でも合わせりゃいいってもんじゃないけど。そうなんだよ。美味しいわ。え、風味だいぶ味噌じゃない。なんかキャラメルっぽい味にも感じるね、うん、キャラメルっぽいわね。だから今後いろんな味噌商品みたいなのどんどん出るかもね。確かに味噌って何でも合うかもね。うん、お豆腐入れたりとか、うんうん、わかめ入れたりとかして、うん、味噌汁だわそれ。それでもいいかもね。もう古からあるんだよ味噌汁は。魅力を知って茨城推し。詳しい情報はサイトをチェック。